どうもこんにちは。ということで Life is Strange のエピソード5を今回から遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。もうこの画面からもうヤバさが伝わってくるんだけど、どうなるんでしょうかね。最終章です。やっていきましょう。前回までのあらすじ。収穫は？何これ、レイチェルは暗い部屋の中。それだ、信用できるのは自分たちだけだ。怪しすぎますよ。なんだと？お前もクロエもガキのくせに偉そうな口ばかり聞きやがって。なんだ、一人多いな。俺の寮で何やってる？てめえそんなに死にたいのか。姉さんは普通じゃない。レイチェルの件に絡んでるはず。ケイトだけじゃない、他にもこんなに犠牲者たちが。マックス、何しに来たのよ。ビクトリアが危ない。バッカじゃないの、レイチェル。これ見たことあるような場所だけど、どこ？あそこだ、今すぐ確かめに行かなきゃ。レイチェル、なんで。クロエ、落ち着いて。姉さんと仲いいのは知ってるけど、ビクトリアの命が危ないの。姉さんからのチャットだ、証拠は全て消すって。よかった、まだここにいる。いた。クロエ、危ない。アクス、あ、移動できますね。こっからスタートか。怖いな。なんかできる？暗い部屋、暗室。ねえ、誰かいないの？お願い、助けて。え、何もできないかな。あ、でもなんか調べることはできそう。あれは私の写真、昨日の夜撮ったんだ。マックスの写真。
っちに引き寄せられれば。じゃあとりあえずこれかな。誰か助けて。ゆっくり干渉でもするつもりなの？待って、今右足って出なかった？なんかできない？これきついな。よし、これでなんとかなるかも。これでワゴン引いてなんかできない？で、写真を見るか。こんな自分の姿見たくない。絶対許さないから。あ、フォーカスできる。タイムリープはもうしないって決めたけど、こうするしかない。いや、こればかりはするしかないよね。これはいいな。これはいいな。オーマックス。このアングルは君の無垢さを引き立てる。意識が混濁したモデルは自らを飾り立てようとしない。素の顔を引き出すことができるんだ。そう、その表情完璧だよ。顔はそのまま。勝手に動くな。の構図が台無しだ。まあいい、時間ならまだたっぷりあるからね。君の作品を初めて見た瞬間、特別だと思ったよ。そう、あの自撮り写真さ。君の姿は無垢そのものだ。レイチェルとは違う。彼女は余計なものにばかり目を向ける癖があったからね。惜しかった。待って、別のアングルも試してみよう。動くな。そう、それでいいんだ。姉さんにも見せてやりたかったよ。だがあいつもまだまだだ。複数の被写体を寄せ集めるだけで一貫性のあるテーマを構築することはできないからね。しかし影の使い方は絶妙だ。そして他にも稀有な才能を持ち合わせていた。それは時期に公になるだろう。そう、その眼差し素晴らしいよ。ただ君の好奇心の強さはいただけないな。幸いこの部屋は24時間監視下にあってね。姉さんの電話から送ったメッセージ一つで簡単に釣れたわけだ。お友達との探偵ごっこなどにうつつを抜かさず勉強に専念していればよかったものを。クロエ、そうそう、気の毒だが僕、姉さんがしたことは正当防衛だ。それに学校を辞め道を踏み外した一人の女の子のことなど誰も気にしないさ。だが君は違う。今夜君が死ねば多くの人が悲しむ。言っただろう、才能があると。素晴らしい。そうだな、アップも何枚か撮っておこう。マックス、動くなと言ってるだろ。台無しにする機会、僕の完璧な構図を。もう一本注射が必要だ。いや、いや、いや。
じっとしてなさい。動くともっと痛いよ。何をしやがる！人の話を聞かないクズが！だからこそ僕の授業に隠されたヒントにも気づかないんだよ。だが努力は認めよう。それに今まで見てきた中でここ数日の君はまるで人が変わったように勇敢だった。徒労ではあったがね、僕に資格なく。そんなことされてたなんて最低だよ。マジか。ね、ビクトリアいたよね今。この時はちゃんと起きてる。こっちで試してみよう。あ、こっちもできるんだ。でもその前にビクトリアに話をした方がいいよね。ビクトリア、ビクトリア、聞こえる？私、マックスだよ。マックス、ここ、ここどこなの？どうなってるの？薬を注射されたみたい。ケイトの時と同じ。何か思い出せる？確か、マックスが姉さんに気をつけろって言うから、ジェファソン先生に助けを求めて、そしたら先生が気を取り始めて、 あとは何も覚えてない。手が動かせない。マックス、お願い助けて。これまでのことは謝るから。いい、私たちはマーク・ジェファソンに誘拐されたの。姉さんもあいつに利用されてる。ジェファソンが戻ってくる前にここを脱出しないと。嘘でしょ。やだ、私死にたくない。こんな死に方嫌。まだ18歳なのに。ここで選択肢か。考えあるの？考えがあるのかな。お願い、ちゃんと聞いて。考えがあるの本当に。どんな？私、怖い。私も。でも、怖がってる暇はないの。戦わなきゃ。今すぐ。自分の腕も動かせないのに、どうやって戦えって言うの？ジェファソンの好きにはさせない。とにかく、気を強く持って、協力してほしいの。意識があるうちに動かなきゃ。また薬を打たれたら全部忘れちゃう。マックス、私には無理よ。そうでしょ？ケイトにもあんな意地悪して、その結果がこれなんだ。私もいる、ケイト。これケイトかな。ケイトだって私たちの無事を祈ってる。出たら一緒に会いに行こうね。ケイトとまた会えるなら何でもする。会って謝りたい。大丈夫、なんとかするから。絶対に。マックス、ありがとう。ねえ、行きますか。いろいろ見られるところもあるけど。カートを蹴った時に割れたんだ。ですね。これでなんとか。お願い。ここかな。これは傑作の予感だ。ビクトリアは嫉妬するだろうが、彼女は分かっていないのさ。君と僕との特別な関係をね。本当の優勝者は君、君自身だ。
うるさい。意地を張らないで。怖いんだね。最初はみんなあどけない目をして目覚めるんだ。そして徐々に恐怖に染まっていく。先生、どうしてこんなことを。どうして？いい質問だ。僕はただ無垢な心が壊れていく瞬間を捉えたいのさ。黒から白へ、そして灰色へ、そしてついにはその先へ。世間ずれしたプロのモデルではダメなんだ。ブラックウェルのキャンパスで稀に見つかる希望の光をまとった生徒、彼女たちだけが僕の被写体となる栄光、特権に預かれるのさ。先生は普通じゃない。罪を償ってもらうから。僕は至って正常さ。だからこそここまで来れたんだ。まあビクトリアはどうでもいいが、僕のモデルになる資格はない。君のお友達についてももういいだろう。あの手のエセパンク女はシアトルで見飽きていてね。これで選択肢か。こっちだよね。クロエを、私の親友を殺した。彼女は武器を持っていた。正当防衛さ。銃をおもちゃにした罰とも言える。被写体は状況を一切把握せず無駄に抗わないのが一番いい。無垢なケイトのようにね。ここも選択肢か。黙ってとケイトは苦しさを乗り越えた。ケイトは苦しさを乗り越えた。先生は失敗したの。ケイトは強い。先生なんかよりずっと。それはどうだろうね。君が死んだ後、ケイトをもう一度試してみるのも一興だ。絶対にこのままでは済まさないから。幸い君が校長に証言してくれたおかげで、諸悪の根源はネイさんということになっている。感謝しないとね。しかしネイさんが親に隠れて何をしていたか、町中に知れ渡ればプレスコット家もおしまいだな。人売りをするなんて、とネイさんも同類です。これはこっちかな。人を利用するなんて。操作したと言ってほしいね。彼は実に扱いやすい操り人形だった。僕は姉さんの父親代わりだったのさ。教師と生徒の間にはしばしばそういう信頼が育まれる。現に当初は本当に心温まる関係だったよ。姉さんにも計画を全部話したの？バカを言っちゃいけない。彼の耳には必要最低限の情報しか入れていないよ。プレスコット家の金さえ引き出せればよかったんだ。この暗室も被写体に使う薬が手に入ったのも全てそのおかげさ。被写体じゃなくて犠牲者でしょ。レイチェルも。ああレイチェル・アンバーは、あれはまさしく悲劇だった。未熟な姉さんが投与する薬の量を誤ってね。どうしてレイチェルを。話せば長くなるが、彼女は特別だった。カメレオンのように実に多様な顔を見せる被写体だった。僕と彼女は心が通じ合っていたんだ。自ら住んでモデルになったとでも。心が通じてたのはフランク。これフランクだよね。レイチェルと心が通じてたのはフランクでしょ。あれはほんの気まぐれだ。レイチェルとフランクはとっくに切れていたよ。知らなかったのは男の方だけさ。まあいい。それにレイチェルはもういない。どうせ LA に行っても埋もれていたよ。むしろ感謝してもらいたいね。よくもそんなこと。君だって友達がネイさんを殴り倒すのを止めなかった。同類だよ。一緒にしないで。ネイさんのことなんてどうでもいいくせに。うるさい、黙れ。あのクソガキはな、レイチェルにのぼせ上がって生意気にも僕の真似事をしようとしたんだ。身の程知らずか。ネイさんはどこにいるの？地下に埋まっているよ。レイチェルの一件で彼を飼い続けるのは危険だと判断した。死体は警察にも見つけられはしない。僕はね、君たちアマチュアとは別次元の存在なんだよ。
何言ってるの。そこら中に証拠を残して全部姉さんのせいにできるとでも思ってるわけ。私がどうなっても先生は絶対地獄に落ちる。クロエとレイチェルと他の犠牲者たちが許さないから。まったくよくしゃべる。だが君は自ら進んで首を突っ込んだおかげで今ここにいるんだよ。それにモデルとしての役割を果たしてくれたら君の痕跡は完全に消させてもらうさ。では写真をプリントしてみようか。君のインスタントカメラならこんなことせずともすぐに作品を確認できるのにね。え、なんかできる？移動ができるけど。日記。日記には私の写真がたくさんある。なんとか取り戻さなきゃ。あれを取り戻さないといけない。いや、多分ね、時間を戻す必要があるってことですよね。戻すか。素晴らしい。話を聞いて、ジェファソン先生。君と無駄話をしている暇はない。感覚が鈍る前に出来上がった写真をチェックしないと。きっと僕のキャリア史上最高の作品だ。これで4択か。私の日記多分これだよね。あの、私の日記。大丈夫、誰にも読ませないよ。そう、女子学生の日記ほど純真無垢なものはない。ああ、これは僕の授業中に撮った自撮り。実にもったいないよ。見てごらん、君ならもっといい写真が撮れたはずだ。待って、ここ置いてくれたってことはできない？フォーカス。あ、いけますね。やってみよう。誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだ。戻った。めちゃくちゃな一週間の始まりに。もう誰にもクロエを傷つけさせない。広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。マジか、ここで違う選択肢が出てくるのか。人間を捉えるなんて言い方、悪趣味だと思います。何か嫌なことでもあったのかな。もう一度チャンスをあげよう。わかりましたよ。ダゲレオタイプでしょ。くだらない。ああ、うん、話を進めよう。ダゲレオタイプは銀版写真とも呼ばれている。人物の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってる。あんな未来は嫌だ。学校の代表としてサンフランシスコに連れて。まずはジェファソンがすぐに捕まるようにしよう。ステラもアリストも早く出すように。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。最低。デイビッドにジェファソンと暗室のことを言わなきゃ。学校のパンフレット、デイビッドの番号が記載されてるはず。なるほど、ここに書いてあるかな。あった、マーク・ジェファソン。
で、これが番号ですね。デイビッド、今回だけは切れてくれることに期待してるよ。早くあいつを捕まえて。何が日常ヒーローコンテストよ。サンフランシスコになんか行かせない。こんなやつ刑務所でも贅沢なくらいだよ。ここは過去の中の過去。私の力これ以上持つのかな。そうだよね、どこまでマックスが持つのかも心配なんだけど。私のことはどうでもいい。クロエを助けなきゃ。ケイト。うん、マックス。ケイト、聞いて。何？その、何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて。私はいつだって味方だよ。私だけじゃない、他にもたくさんの人があなたを大切に思ってる。そのことを忘れないでね。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私、なんて言ったら。何も言わないで。ただハグすればいいんじゃないかな。ありがとう。マックスがいてくれれば安心だよ。レイチェル、ごめんね。よし、じゃあジェファーソン先生のとこ行こうか。写真を渡す。先生、話があります。ちょっと割り込まないでくれる？ごめん、でももうそのくらいにしないよ。は？あなた何様？まあまあ。マックス、どうした？ビクトリア、匿名の隠れ蓑を着て人の動画をネット上にばらまくなんて最低だよ。ビクトリアほど頭が良ければその人の人生が壊れることぐらい想像つくよね。自分がそんなことされたら耐えられる？選択するのはいつだって自分自身なんだよ。ビクトリアが本当は心の優しい人だって私は知ってるよ。何？私はそんな。才能あるんだからもっと自信持ちなよ。周りの人の足を引っ張るより自分と同じ高さまで引き上げてあげる方がずっといいよ。ビクトリアならそれができる。何わけわかんないことを言ってんの。ジェファソン先生、なんとか言ってください。僕はノーコメントだよ。私もう行きます。気をつけてね。マックス、どうしたんだね、唐突に。これ日常ヒーローコンテストの課題です。ああ、ありがとう。いえ、先生のためじゃないんで。ああ、うん。評価はまた改めてするが、提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだからね。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての第一歩だ。大事なのは無垢であること。そう思わないかい？思いません。ああ、とにかくよかった。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。そんな、うまくいきませんよ。謙遜しなくていい。何が起きても不思議じゃないんだ。ええ、そうかもしれませんね。これだけでも相当変わんないかな。
丈夫。ここは飛行機。今度こそうまくいったよね。よかった。クロエ、生きてる、生きてるんだ。